スナーマン、こんにちは。今回、私の友達、ロンドンからの友達が会いに来たマリちゃんです。はい、はじめまして。 Nice to meet you。 あれ、日本語で覚えてたよね。どこにジャポンです。ライライ、はじめまして。私はマリです。イタリア人です。が、ロンドン住まいです。わあ、すごい。これで1週間で覚えた。イエーイ。ありがとう。あ、でも上手上手。よし。で、覚えてるのかな。実は私とマリちゃんはロンドンの動画で開けて、こちらに、そう、一緒に回ったり、まあ、初めてロンドンに行った時に案内してもらったり。で、実は私は彼女と知り合いのはもう12年、13年以上。そう。ただ、面白いことが、私が小さい時に、日本に行く前にロンドンに行きたかったんですね。英語を勉強し、するためと、デザインを勉強するために行きたくて、お母さんが、そうですね、ロンドンの方がいい、ロンドンの方がいいってずっと言われたんですけど、最後、19歳の時は、日本を決めて、もう直接日本に行く、もう英語いらねえ、みたいなもので行って、で、彼女は反対。彼女のママが、日本に行った方がいいね。あ、ジャパンに行きなさい、みたいなものだったのに、彼女は同じタイミングでロンドンに引っ越しした。だから、もう逆してたんですよね。完全に。二人がね、同じ実家で同じコスプレしてたんですね。鈴宮春日とか。あ、未来に地球に我が気合わせたら、タラ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 。やばいやばいやばい、もうオタクすぎるよこれ。そう、めっちゃめっちゃ二人とも超オタクだった。ラワーモデルでよ。はい、マイちゃんね。二人とも好きなのは J-ROCK、まあ、ロックっていうの世界じゃ、パンクロック、パンクロック。 We love パンクロック Yes! A lot. We love fashion, we love パンクロック and we love Vivian Westwood. So A lot. そう。で、この前なんかロンドンに行ったらすげえインスピレーション取って、私もね、実は一つの夢がブランドを出すことですよ。そう、ファッションがちゃんと勉強してないなのに、なんかリメイクをしたりとか、まあ、自分のデザインしたあの服を着たいなって思ってて、実は私たちはこれを作りました。私たちのソケット、キャビオンファットグラス。ちょっとわあ、すごい。これね、この前日コに行って、なんていうブランドを見てこれを描いた。で、私はこのソケットは全然違う感じ、ちょっとロンゴな感じで、もうシンプルだったなんですけど、なんかちょっとその白いもの入れて、で、これが実はものすごくロングですね。で、プラスはこれです。これを作りました。全部私を思ってることは、そう、これをデザインしてて思ってることを全部書いた。例えばこれは日本語、夢が人間の規模、夢がないと死んでしまう。そう、で、私があんまりそこまで感じてないんですけど、こういう感じの、こういう感じ。そう。で、I love it。Yeah。ということで、私たちはね、そう、今、いろんなものを書いてて、実は前からロックバンドをやりたいと言ってたでしょ。で、ロックバンドの夢を含めて、自分の、見えない。自分のファッションしたりとか、髪型したりとか、発出したりとか、いろいろ今作ってちゅうので、まあ、まだ夢中に生きてるの人間です。ということで、今はね、 5分もない、3分ぐらいにこれを描きたいと思います。ちょっとおしゃれな感じで、で、描きたいです。で、1個ずつにしよう。1個ずつの、10日間の楽しいの日本の思い出を含めて、私たちの気持ちも含めて描きたいと思います。せーの、いきます。あ、めっちゃタトゥーが入ってるね。今何も関係ないなんですけど、ピンタピンタです。
ありがとうございます。I designed them myself. よくやってるよ。あれ、これは銀座なの？ニッコ。ニッコ通り。ニッコ通り。ねえ、めっちゃ素敵だったよね。いやね、かわいい、かわいい子だよ、こうやって。私はね、どこから始めて。どんな感じなんですか？A bit more rock like Don't want to be an American yeah. 二人ともアメリカ人じゃないけど。すごい。ちょっと待って、私はね、でももうちょっとね、時間かかっちゃうんですよ。でね、ラミアフィーネは私の終わりというのを、言葉はね、自分たちで作ってて、イタリア語 でそれでなんかあのランドというか、まあ、マークですよね。私の終わり、私の終わりはみんな、あ、もう終わりだからもう何もないねって言ってるんだけど、私は新しい始まりんじゃない。なんか例えば大人になる時に、あ、もう終わりだねって考えるんですけど、ちょっとね、それはネガティブすぎて、私は新しいものが始まるんじゃないってめっちゃ思うから、それでなんか私の終わりっていうのを言葉を使いたいし、それでブランドしたいなって思います。さすがにそのいやうるせえ。終わりました。かっこいい、いいね。ちょっと色が入ってないなんですけど、めっちゃかっこいいと思います。ラミアフィーネ、OK。ラミアフィーネ、私たちの名前のブランド、と、日本とイギリスのフラッグと日本の通りです。と、ビアアールバンク、もう完全にあの見た目だけじゃなくて、もう生き方ということですよね。London and Tokyo。あ、これはロンドンと東京の。These are two holding hands。あ、これはね、あの横見たら、手ですね。A heart? あと、は、心。心。Oh! And our friendships is timeless. 私のフレンドシップっていうかな。私の友達？え？私のフレンドシップは、友情が終わりがないということですよね。はい。あ、かわいい。では。私もちょっと今紹介したいと思います。あの、ここは、I feel like myself。 やっと私のらしくが出てる。私のらしくって書いてて、でこれがまあ一番最初書いてたのロゴですよね。ラミアフィーネ、ハートとちょっと B のやつが入ってて、バタフライ、私のあのロゴはね、バタフライとあのなんだっけ、プリンセスのやつが入ってます。でここはあんまり見えないんですけど、まあ、そんなにわからなくていい、ラミアフィーネで書いてるんですよね、ここは。で、こっちの方に、やります。ここはね、ノーミュージックノーライフ。で、これが火ですよね。で、火の中でが、花が開いてる。もうガンな感じで花が入ってて、まあ、今、一番心配なのはクライメットチェンジだから、まあ、なんか天気とか変わってるとか、なんか、人間が火がめっちゃ綺麗な火が入ってるのに今殺してるみたいなので、あの音楽がないといろんなメッセージが伝えられないというようなことですよね。ラブ、バンク、アートと東京、私の一番大好きなものはこれです。バンク、アートと東京、私の一番大好きなものはこれです。
来なくなったね。These were really nice. I love them. Love them. They're very, very cool. They're very, very cool. But it's the wrong size for me. So you are wearing them. 小さすぎるから私だけしか履けないね。はい。終わりです。よし、いつかね、これでどこかでレンズとかできたらいいなと思って。したい時が一番好きなことはね、やっぱり絵を描くことだった。もう、生まれに1歳から、1歳とか2歳からもうずっと絵を描いてて、でその後もゲームも来たから、いやちょっと変わってるの子供でした。はい、ということで、まずちゃん今日はありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ、ちょっと日本語が喋れないなんですけど、彼女もインスタグラムとかも持ってるからぜひチェックしてください。ケイユベットとインスタグラム。これでまたどこかでイタリア、ロンドンと東京合わせたらちょっとプロジェクト始まったらいいなと思ってちょっと夢を見て向かいます。ありがとうございました。痛い。今超痛かった。イエーイ。